ポケットモンスター3、社会人による大人の実況プレイ。実況者のエテです。よろしくお願いします。では、続きからやっていきましょう。昨日の続きですね。昨日はね、もうここ終わってね、編集作業に入りまして、で、気づいたら寝てしまいまして、仕事のお時間になってしまいました。今日もね、とっとと仕事を終わらしてね、帰ってきましたので、バキバキに進めていきます。行こう。で、ちょっとね、また帰ってきてから、編集作業しとったんで、その時間にね、新たなポケモンを捕まえました。アゴジムシとツツケラ。多分というか、新しいポケモン、今回の。まず一匹目、こいつがアゴジムシ。虫単体。虫単体です。挟むしかない。まあ、あんま期待はしていない。特性も別に。虫のやつ、ね。虫の HP が低くなったら強くなるよってやつ。虫の知らせ。で、もう一匹が、ツツケラ。ノーマルと飛行。飛行タイプね、被っちゃうから、捕まえないでおこうと思ったんだけど、やっぱり新しいポケモンはね、捕まえておきたかったので、とりあえず捕まえておきました。御三家でね、他のポケモンを選んでたらね、まあ、捕まえるのは、確定でしょうけども、目論なんでね、まあ一応ね、とりあえず、もしかしたらその、ファイアロー的なね、化け物になるかもしれないからね。で、特性、特性はね、なんだっけ、鋭い目。混乱にならない。違う。違う。命中率が下がらないやつ。以上です。まあ、使うことは、ないかな。一応ね、学習装置で。経験値は振り分けられるようにはしていますので、まあ使う機会があればね、使っていきます。エテさん、私の教え子たちをみんな倒すなんてすごい。だから私もあなたと勝負したいの。どう、準備はいいかしら。もち、4人に勝った実力先生が確かめます。よろしくお願いします。先生、僕こう見えて27歳なんです。多分先生と同年代ぐらいだと思うので仲良くしようね。はい。コイルレベル8。まあこのままいきましょう。あ、で、前回もらった技マシン奮い立てる、これ覚えさせました。どうやら攻撃と特攻が1段階上がるという結構優秀な積み技です。前回急所がどうとか言ってたけどね、全然違いました。なのでね、体当たり忘れさしました。もうね、物理は飛行のつつくあるし、驚かす、これはまあ特殊かな。いや、これも物理だ。物理のゴースト技、草技、こんだけ種類があればね、どれか通ると思うので、体当たりは消しました。じゃあ早速、鋼タイプには、ゴーストタイプだ。あ、やばくない？あ、そっか、草だから等倍なんだ。草は今一つ、驚かすで、ここは攻めよう。積み技使ってもよかったね。一回積んでみようか。せっかくだし。せっかく覚えさせたしね。一回積んで。これで1段階ずつ上がります。麻痺とかやめてね。
これで落ちるんじゃないかな。いやさすがにないか。1段階上げただけじゃ無理だな。ひるむんだ、いいね。驚かす、いいね。ゴースト技だし、ゴースト系が出てきたとき、もしくは、タイプどうだったかな。ゴーストって何に強いんだったっけな。エスパー？悪エスパーだっけ。いや、エスパーは逆だっけ。エスパーは抜群取られるんだったかな。アゴジムシが糸を吐き寄ります。めっちゃレベル上がるやん。ニャス、このままいきます。うん、出た、これちょっと違うタイプのニャスね。うん、1回回復させて、はいね、大人はね傷薬大量に使うから、うん、これが大人の実況プレイだから。ここはコノハでいいんじゃないかな。ノーマルでしょ、コノハ。目論結構素早さ高いから別に先生の爪いらないかもな。これでしまいだ。えっ、えっ、えっ、ちょっと待って、えっ、えっ、あ、そういうこと？先生の爪だったから先生しただけか。あ、ただ単にそういうことか。コイルには素早さ勝ってたけど。これはまずいんで、回復させましょう。やっぱいるね。先生の爪いるね。ちょっとひるみうざいな、これ。ひるむなよ。オーケー、ナイス！オーケー。続けラゴ。センセーショナル。どういう意味？どういう意味？むしろあなたが私の先生になって。冗談はさておき、先生に勝利した記念に、冗談。これをどうぞ。スーパーボール。5個。本当にただのゴムのスーパーボール5個もらったとしたら、多分投げつけるよね。うん。その場でね。ポケモンを捕まえやすいよ。ポケモンを知り、技を知るトレーナーの基本だね。どうだい？誰？はい、キャプテンのイリマです。君の戦いチェックしていましたよ。すっごくご機嫌でしたから、思わず呼び出してもらったのです。関東地方からやってきたエテだよ。なかなか見込みがあってね、いい技の使い方をするんだ。なるほど、ウェルカムですよ。では、僕の試練でも技のさえを見せてください。 A、 キャプテンというのは島キングに挑むための試練を与えるものです。なんかいろいろいて大変だね、覚えるの。僕イリマの試練は茂みの洞窟で行います。ハウオリシティは街中にも草むらがあります。試練の前に新しい仲間を増やしてはどうでしょう。もう増やしたわ。君のチャレンジ心から待ってますよ。そうそう、スクールの前を陣取っているケンタロスのことを伝えておきました。あの人のケンタロスはメレメレ島の名物だね。じゃあエテさん、みんなで見送りするわね。はい、レッスンを終えました。なんかいっぱいいる。ポケモンと仲良くな。できれば状態異常ともうまく付き合うんだぜ。
島巡り頑張ってね。行ってらっしゃい。みんなとの距離を縮めてね。お、ガキが。27やぞ。人との付き合い方ぐらいわかるわ。素敵な島巡りをしてね。ファイト、未来のチャンピオン。技マシンを使いこなせ、ポケモンを強くするんだ。ガッツだぜ、て。木狼さんと息ぴったりでしたね。せっかくですから、ハウオリシティを案内しますね。私についてきてください。はい。ここがハウオリシティなの？いまいちまだちょっとついていけてないわ、地名とか。エテさん、こちらです。トレーナーズスクールでポケモンさんと力を合わせて戦う姿良かったです。だからエテさんはあの時トレーナーでもなかったのに、星雲ちゃんを助けられたんだって、ポケモンさんに選ばれたんだって、私、分かったんです。分かったんだって。あ、そういえば、ケンタロスさん。欲しいんだけど、このケンタロス。おう、リーリーねえて。ハラハラさせましたが、ケンタロスは連れて帰りますぞ。そうだいて、こやつを撫でてくれますかな。おう、おう、おう。ケンタロス様喜んでおりますな。ポケモンはお手入れされるとご機嫌になりますからな。あ、この前やったよ、お手入れ。なんか関係あんのかな、あれ。ミラノ州いろんなところに行くのですな。ケンタロス、ケンタロス、ちょ、行って、ケンタロス行っちゃってるよ、もう。ちょ、ケンタロスがもう、先行っちゃってるから、もう。ちょ、あ、行っちゃった。ポケモンや人に出会うことで人生は面白くなりますぞ。シマキング憧れるよね。戦わずにポケモン収めてさ。俺ケンタロス好きだけど乗るのは怖いもんね。ねえねえ、リーリーたちどこ行くの？私はエテさんをハウオリシティに案内しようと。それってナイス、さすがリーリー。えて、アローラに来たばっかりだもんね。ねえねえ、俺も行く。美味しいもん食べたいさ。お前、空気読めよ、お前。空気読めし。嫌われんぞ、それ、お前。それでは、皆さんご一緒に。ワクワクする、オラオラ、こっち。お前私たちも行きましょう。ハウオリシティはアローラで一番大きな町なんです。了解した。え、もう着いたの？近くね？わあ。あざーす。その、なんだろう、人のさ、進化したよね、ポケモンって。ポケットモンスターは人も進化するね。あら、あなた、はるばる遠くからアローラに来たんでしょ。話題の男だな。アローラの挨拶一緒にしましょう。アローラ、君はアローラって挨拶したらみんな仲良し。アロラ、アロラ。どうすんだこれ、次どうすんだこれ。とりあえず、あ、旗マーク出てるね、下に。行こう。ショッピングエリア。足音聞こえたから来たよ。くんなし。おう、
いいとこ案内してあげる。おごれよ。ロトム図鑑持ってるといいものもらえるって本当？うん。ロトム図鑑の拡張パーツ、ポケファインダー。なんか写真臭いな。写真なんだろうな。ポケモンのはい、R ボタンを押してください。ロトム図鑑ってすごいな。ポケモンとは違う得手のパートナーだね。でも中にロトムがいるんだよね。じゃあポケモンなのかな。まあいいや、俺先行くね。もう次の町に行っといてくれ。お前だけ一人で。ポケファインダー、どうやら写真が撮れるようになりました。まあ開くことはないでしょう。クリア後に写真撮るわ。ディーディエと一緒に。ハウさん案内所だ。写真撮れるようになったよ。ロトムさんすごいですね。ああ撮りよかった。今のなんだろうね。おいしいもの紹介するね。うん。では私ブティックでショッピングをしていますね。ブティック、よう、トレーナーさんいいもの持ってんね。次々となんか話しかけてきやがるな。できるならいいことを教えてやれる。もうすぐにでも四天王を倒しに行きたいんだが、相手は。撮影スポットでさ、ええ。ロトムも反応してるだろう。タッチしてごらんよ。ん？レッツプレイファインダー。アイコンが変わったら R ボタン。起動した。スライドパッドで、はい。いろいろなアングルで世界を見てみろと。R ボタンで撮影。1回の撮影6回までシャッターを切れる。嘘をつけ。はい、バージョン2、うん、はい、頑張ります。終わる。正面から撮影するといいらしいね。はい、 はい、じゃあな。あ、あ、そっか、今回ももしかして服変えれんのかな。それはありがたい。やっぱそういうとこ個性出していきたいしね。あ、ちょ、あ、しまった。私、母が選んだ服だけを着ていて、いや、いいと思うよ。うん。いいと思うよ。似合ってるし。うん。似合ってるし、いいと思うよ。買ってないの、うん。同じ、はい。何持ってんの？レンズケース。お揃い。なんだ、好きなのか俺のこと。好きなのか。ちょっとだけ入ってみよう服屋。
ほんと金使うんはね服屋ぐらいだと思うわ。ああ間違えた、黙れ。買いに来た。あ、やっぱ帰れるんだ。タンクトップ、タンクトップ、え、タンクトップ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 タンクトップはちょっとね、もう27だしね、さすがに。今なんかしましまの T シャツ着てたよね、しましまの。なんか無地しかないじゃん。あ、ポロシャツいいね。波乗りタンクトップ。あ、下か、これは。花柄 T シャツ、あ、これだよね、多分カジュアルボーダー T シャツの青とかだよね、今着てんので、下もいろいろあるっぽいね。うん、靴、え、靴、靴下か、靴下見えんがな。あと頭ね。何が違うんだこれ。あ、ラインか、ラインだな。ちょっと服着替えるわ。ちょっと待ってね。次こっちかな。いや、えらい遠くに行ったな。次ここがポケモンセンター。一応入っとく。こういうのは入っといた方がいいのかな。あ、ショップは確認しといた方がいいか。ショップと、うわー、これ技マシン売ってんじゃない。こっちは普通、こっちは、あー、なるほどね。はい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 。大きく上げる。特攻、特防。エテは大人だからね。あー、高え。で、あとプラスパワー、ディフェンダーもいるよね。大人はこういう買い方するから。うん、うん、アローラは今10時。はい、こっちは何なんだろうね。ちょ、一回飲んでみよう、モモミルク。いいでしょう。なんか、あ、ほら、やっぱなんか情報くれるんだよ。腰に手を当てグイッと飲めば顔も上向き心も上向きさ。過ぎた時は戻ってこず、時間はどこにも売っていない。だから時間は誰にとってもすごく大事なものだよね。だから遅刻するのは相手の時間を泥棒してるってこと。よくデートを遅刻してた私は奥さんに怒られたものだよ。一日一つ限定だが、お茶菓子のサービスさ。方園地方フエンタウンの名物のせんべいだよ。フエンせんべい、ありがとう、ありがとう。ポケ豆、あ、あれだね、お手入れの時にあげれたやつだ。まあまあまあ、一日一回カフェに寄るのは大事かもしれないね。うん、攻略を急ぎつつもね、やはりそういったひとときの休息は必要。うん、さあ進みましょう。先生じゃない？
スカルダンの連中またボートエリアでたむろってたから、ボートエリアでたむろってたからキャンプに伝えておいたよ。暇を持て余すとろくなことをしないもんね。スカルダンはならず者、むやみと勝負をふっかけたり人のポケモンを奪おうとする。たまにさ、これ行を変えた時にさ、2行目が1行目に来る時があるんだけど、すごい騙される。それポケモンを売りさばこうとして試練の場所に忍び込むけど、こういう時、これこの場合はい、いつも失敗してるもんね。気をつけます。スカルダン、ボートエリア、ポートエリアにいる。ボートエリアかな、行ってみましょう。だから今回のロケット弾的なやつです。銀河団的な。ここだよ、美味しいもの。マラサダ食べればポケモンと仲良し。仲良しポケモン勝負でいい動き。とにかくポケモンが可愛くて、マラサダあげちゃうんだよね。ポートエリアか?ポートエリアで叫ぶとするかな。本気のじいちゃんに勝つぞ、てねえ。そうか。あら、次の目的地が消えちゃった。警察だ。ここか。あ、いた。よう。はい、ユリマです。挨拶なしが俺たちスカルダンの挨拶。早速なんか言いたいことは山ほどあるけど、一言で言うと、もうお疲れって感じだよね、キャプテンのポケモン俺たちにくれないですか。ポーズといいね、その見た目といいね、BGM といいね。もうごめん、パンダにしか見えないわ。ごめん、サクサクパンダにしか見えない。早速ハウオリに来たんですね。ヨーヨーヒャヒャヨー一応やるっすか。ダブルバトルかな。やれやれです。人のポケモンを取ったら泥棒ですよ。エテさんでしたね。そちらの相手をお願いします。こちら片付けますので。睨むなよ。じっとせえじっとせえよお前。俺がポケモンを使いこなすすごいとこを見せてやりますか。あ、もうボコしてやるよ、もう。何弾だったっけ。何弾、スカル弾ね。ズバッと。あー、もうありそう。もう大抵なんとかなんてやつはズバッと使うよね。あるある、ポケモンあるあるだわこれ。なんとか弾とかいうやつズバッと使いがち。これゴースト技結構抜群取れんじゃないかな。どう、普通か。普通だね。相手も同じ技。しかし先手こっちが取れてる分、ひるみを狙えるから有効。ひるめ、ひるまない。ま、打っときゃ勝てるね。ズバットって何タイプだったっけ。飛行と毒飛行とかじゃなかったっけ。ひるんだのか今。お疲れ。
レベル10に、うん、アゴジムシ続けら、結構レベル上がるね。マジっすか、終わりっすか。はい、お前がポケモンを使いこなすすごいとこ見せられたのですか。おい相棒、なかったことにしてずらかるぜ。え、イリマのポケモンなんかいりません。あははははは、イリマさんのイリマと、いりませんのいりませんが、ああ面白い。うん、お疲れ。もう一度やれやれですね。さ、なかったことにして試練始めようか。キモポケモンもお疲れ様でした。ありがとうの気持ちを込めてポケモンを元気にしますね。もうサンキュー。失礼。さっと、トレーナーズスクールから君たちが気になっていました。クグイ博士に連れられてきた君はポケモンと力を合わせ、あっさり先生に勝ちました。はい、僕の試練に挑めるかチェックさせてもらいます。いいよ。何、勝負？キャプテンイリマが自慢するポケモンたち、ご覧あれ。勝負だね。オッケー。はい。キャプテンって よくよく考えるとダサいな。ヤングース。ああ、そう、ヤングースもね、捕まえときたかったんだよな。イリマの構え出さない？イリマの構え出さない？ノーマルなので、この葉でいいね。タイプ1この葉、打っていこう。何？睨みつけるか？これはもうコノハでご利用します。なんかヤングースってさ、その特性物拾いとかありそうだよね。あったらやっぱ捕まえといた方が後々便利。うん、ポケモンは便利な道具です。やめよう、そういうこと言うのやめよう。何やこいつ。まあまあまあ、いいでしょう、いいでしょう。まだこっち全然大丈夫だから。なんだったらスペシャルアップあるし、もう余裕。あ、ちょっと傷薬とか。あ、じゃあじゃあじゃあ、これ先、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、先手取れんのか、取れんのか。今結構食らったぞ。取れるよな。よし、オッケー、ナイス。71。ドーブル。ノーマル単体に有効、格闘ポケモンいない。ドーブルでかない？ドーブルでか。とりあえず回復させよう。あー、やばいな、傷薬ちょっと減ってきたんで補充しよう。傷薬の補充忘れない。ちゃんと自分に言い聞かせないとすぐ忘れるから。得て、うわー、ちょっと待って、火力高っ。待て、ちょっと待って、一旦ディフェンダー耐えれないよな。傷薬で一回様子見る。様子見て、体当たり30からいくついく？ 10？ ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれ。 24？ 24 食らうよ。
え、積んだ？ちょっと待って、不縁せんべい、不縁せんべい状態証。やばい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 、あ、やばい、積んだか。傷口で1個。いやー、これちょっと待って、いやダメだ、これもう行くしかないわ。あっ、早いし。マジ？挟む。火の粉？うわ、ちょっとやめてくれ、ちょっと。なし。ちょ、この勝負なしにしよう。なしにしよう。このドーブル、めっちゃ強いんだけど。負けた。96円、96円で済んだ。え、お金半分とかじゃないの？ 96 円でいいの？本当に96円？本当に？本当に96円だ？うん、確か、うん、だ、その1万ちょいぐらいだったと思うし。マジで強かったわー。困った。とりあえず傷薬補充。20個ぐらい。モンスターボールは、まあ、スーパーボールもらったし、とりあえずいいか。ちょっと待って。これは、ドーブル対策しなきゃ。ドーブル対策します。はい。どうも。戻ってきました。対策、打ちました。大人のエテポンゲ、大人のエテはね、そのレベル上げに勤しんだりはしないから、うん、もう対策はもう速攻打つからね。うん、そんな30分や1時間レベル上げしてなんて、そんな効率の悪いことはしない。大人のエテは3分で対策を立ててきました。参戦しよう、再戦しよう。オッケー、頼むわ。一匹ね、新しいポケモンを捕まえてきました。まあ今回、んー、そいつ出るか出ないかはちょっと分かんないけどね。うん、戦い方、入り間を舐めて、キャプテン舐めてたわ。ちょっと舐めずに戦えば正直負けない。ピンクタンクトップなめんなよ。まずはここで、積みます。最低3回、最低3回積む。にらみつけるはちょっとやめてほしいかな。 B を下げるのは勘弁してほしい。2回。あ、ちょっとやめてほしい。ちょっとやめてほしいかな。これはやめてほしいな。ディフェンダー使うか。
いや、もうここまで下げられちゃったんだったら仕方ないわ。あ、バレた今。今バレた今。もしかして見えた？見えてない。いや、もうこうなったら6積みでいこう。2回下げられたんだったらもう6回積むよ。その余裕があればの話ですが、なさそうだね。打ちます。これ一撃とりあえず傷薬。32、19。ここで仕留める。で、今回は3積みちょっともったいないんだけど、1回下げます。はい。で、ここで出すのがアゴジムシ。実はアゴジムシレベル1上がりました。で、覚えた技が有能な技、泥かけ。攻撃しつつ相手の命中率を1段階下げるという、これを一発でも与えれれば、おーし、で外せ。まあ、一回で入れた。それ大事。で、ここで登場するのが、ニャス。ニャスは、鳴き声で相手の栄養を下げる。26が10。1段階下げました。もう一段階行きたいので、一回傷薬。これで13以上食らわなかったら相手の勝ち。それ以上食らったら相手の負け。火の粉はちょっと違うくないか。いや、勝った。そうか。特殊が弱いのか、君は。乱数で落ちるとかやめてね。よし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 、ああ！はい、ここで満を持して、つつけら。同じく鳴き声、エコーボイスを実は覚えました。うん。だがしかし今回は必要ない。必要ない。ちょっと待ってくれ。鳴き声する、いや鳴き声の前に一旦回復させようね。傷薬を目露、ここで目露を回復させてやること、それが大事。つつけら先手は取れないよな。ってことは鳴き声先打ってバックで傷薬回復の方が良かったね。うん、ミスったね。完全にミスったね。それは耐えろ。おし、ここで泥かけが効いてくる。2段階頼む。ランス、ちょっと待ってよ。外がなんか、外すげえ今クラクションがずっと鳴ってたんだけど。
はい、ここで目黒命中1段階下げて2段階 A も下げて、さらにここで使うのがディフェンダー。火の粉打ってきたら笑う。まあ火の粉を打ってくるのも想定の範囲内、スペシャルガードも持っています。いいね、泥かき効いたね。もうあとは料理するだけ。この葉でいいね。この葉でいこう。オッケー、勝った。これ当たってもそんな食らわないよ。おしよ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 し。で体当たりも A を下げてんので、攻撃物理下げてんので、悪あがきを悪あがきを無駄無駄。この計算し尽くされた相手の大人の戦い、これが大人の戦い方。ただ資金が尽きた時ちょっと怖いよね。ドーピングアイテムを買えなくなった時積みそう。はい、君の勝利ですね。1200円、ありがとう。プラスパワー1個買える。君は、いえ、君たちは面白いチームですね。ぜひとも茂みの洞窟での試練、その名も入間の試練に挑んでください。場所は2番道路の先、ロトム図鑑を見てくださいね。ではアロラアロララアロラ。なんとか勝てたね。こんな序盤で、こんな序盤であんな死闘するとは思わなかったわ。ねえ、パーティーメンバーの4分の3死亡。4分の3死亡で急遽1匹捕まえに行くというね、なんとも情けない結果ですが、すぐにね、臨機応変して相手に対応する、それが大人のやり方です。良くも悪くも。ってことでね、一回区切りんでね、ここで、やめておきましょう。一回ここでレポート取って編集作業に移りましょうか。編集作業がねちょっと長いからね、まあその間ちょっと草むらとか入ってレベル上げとかしようかな。戦ってないトレーナーもいるしね。はい、では、27歳社会人による大人のポケモンさん実況プレイでした。お疲れ様でした。